石巻貝スネールは、カタツムリ、または巻貝を表す、英単語スネールの、ナ読みである。ただし、日本の生物飼育分野においては、水槽のタンクメイトとして投入する、あるいは干渉魚用水槽に意図せずして混入した、巻貝を刺すことが多い。意図せず混入するものは、外部からの水草や石に付着して水槽に入り込む。生害がいないことを視認していても、 卵が付着していたり、水に卵や妖精が混入していることがある。生物飼育における用語として、一般的にスネールと呼称されるのは、モノアラガイ、サカマキガイ、レッドラムズホーン、タニシ、スクミリンゴガイ、カワコザラガイ、イシマキガイ、アンムナイトスネールなどである。スネールの有益な点は、水草の溶面やガラス面に付着したコケ類、 および水槽内に残った糞や餌の残り等を食べてくれること、ある程度の水質改善などに効果があることなどである。弱酸性の水質に維持された水槽であれば、繁殖の速度も鈍く、水槽内の生態系サイクルに有益な面だけを利用することができる。石巻がいいとその禁煙種では、妖精が海水域で育つため水槽内では、 増殖することがなく、有益面を最大限に利用できるため人気も高い。意図しない混入は、水草の食害、あるいは糞や貝殻が発するカルシウム分化化による水質悪化などが起こるためおおむね寄避される。酒巻貝や川小皿貝では、強い繁殖力も問題となり、水槽の認めを損ねるとされる。これらの巻貝は、水槽のゴキブリ等と呼ぶ人もおり、 水槽関係の書籍やインターネット等では駆除に関する記述が数多く展開されている。ありがとうございます。